はい、どうも。ですね、僕がなんで筋トレを始めたかっていうのをたまに聞かれるんですけど、まあ、一番最初は、よう考えた中学校まで遡るんですけど、陸上部だったんですけど、僕、当然今もそうなんですけど、骨格が僕結構細くて、その、中学校の時でこうなんか喧嘩強いとか、こう強いものに対して憧れてすごいあるじゃないですか。それで、なんかこう筋トレしたいと思って、なんか何思ったかこういうやつですね。こういうやつあったでしょ。真ん中こうくるくるのバネの両端までグイッ。こうやつ、僕らの時に流行ったんですけど、なんか知らんけど、どこで公的なんかも全く覚えてないんですけど、それが家にあったんです。多分ですよ。ジョイっていうホームセンターがあったんです。そこで多分公的だと思うんですけども、それをこうやってたんです。とにかく僕は筋トレをやってたんです。とにかく。で、なぜそれを、なんでか知らないですけども、これだけやってたんです。僕、とにかくひたすらに。で、先生との練習交換ノートみたいなのがあって、それにこのなんかこういう絵を描いて、ひたすらこれをやってます、何回やってますっていうのを書いてた記憶があるんですけど、多分その時の顧問の先生も、いや、そんなとこじゃなくてもっと違うとこ鍛えるとこありますよ、多分ようなことをコメントしてくれたと思うんですけども、とにかく僕はこれが楽しくて、これを200回ぐらいやるのがとにかくやってたんです。多分それでちょっとこう大胸筋だけがなぜか発達したんですけど、僕は大胸筋を発達させたというより、こう肩幅を広くしたりとか、そういう意識がすごい強かったんですけど、全く広くなりませんで、全く広くならなくて、はい、そのまま中学校終わっていくんですけど、で、高校になった時に、今度僕柔道部入るんですけども、なんか胸だけがやっぱり、多分これの、今思えばこれのおかげで胸がちょっと発達してたんです、ちょっとだけ。それで、僕柔道高校から始めたんで、とにかく基礎能力、筋力ってあった方が絶対いいと思ったんで、朝練を一人で始めたんですけども、まあ一人なんで、筋トレしかできなかったんですね。で、とにかく、みんな部活の先輩がこう柔道部式の腕立て伏せみたいなのがあるんですけども、それをまあいつも100回ぐらいやってるとか200回はできるとか、なんかそういう話してたんで、僕もやろう思ったんですけど全くできなかったんです。はい、とにかくトータル200回やろうって50回を4セットみたいな感じで朝練でやってました、一人で。で、それがだんだんとできるようになってきたりとかして、今度ベンチプレスがもうボロボロのベンチプレスがあったんですけど、それをやったら、やっぱりそういうのやってるおかげで、なんかその柔道ではなかなかやっぱり、中学校からやってる子らとかに全く勝てなかったんですけど、それだけは、まあまあ部活の中でもええ感じで渡り合えたんです、僕。ほんで、ちょっとなんかやったーみたいな気分になるじゃないですか。やっぱりこのやったーっていうこういう気分がね、やっぱり全てなんかこう、全て大事っていうか、僕にとってはね、すごいなんか良かったなと思って、それからなんかちょっとこう筋トレ、ベンチプレスとかもこう、だんだんその学年でまだあんまりそういうの流行ってなかったんで、僕らの時代、ウェイトをやってる、ウェイトの設備自体があんまりなくてですね。で、なんかまあ学年でもまあまあ強い方に位置できてたんですけども、まあそれで高校卒業していくんですけど、出会いがあって、家にベンチ台を買った方がいいみたいなこと言われて、僕もその筋トレ中途半端にやってたんで、なんとなく続けてたんですけど、当然なんとなくやってたんで、特に何も変わらなかったんですけども、で、その家にベンチ台を買ってですね、就職してたんです、その時。家でね、休みの日はベンチプレスをするみたいなことをしてたんですけど、まあそれも結局中途半端で、なんかこう、会社を25の時に辞めるんですけども、それで、なんかもう、全部なんか自分の中で中途半端に残ってるもんをこう、一個ずつ潰していきたいと思って、ベンチプレス100キロ上げたら嬉しいな、かっこいいなと思ってたんです、高校の時から。でも、上げれてなかったんで、いや、ベンチ一回100上げたいと思って、それからなんかベンチプレスを真面目に、チームに通ったりとかして、教えてもらったりとかして、それからまあ100キロ上げれるようになるんですけど、まあそんな感じですね。ほんで、なんかなんで、今続けてるのはまたこう、また39ぐらいの時にまたパターンがちょっと一個変わるんですけど、それはまた言います。ちょっと長いですよね。なんせ僕が筋トレ始めた理由っていうのは、基本的に一番最初は、細い体が嫌だなっていうことです。それだけです。本当に。それが嫌で始めました。はい。どうも、ありがとうございました。